そちらはこっちもね、収納です。収納そうですね。はい、こっちは今回3.5畳、3.5畳、3.5畳、はい、1階にもこのファミクロがあるような感じですね。いや、そうですよね。そうです、そうです。はい、で 3.5 畳1階で取れるって、うん、なかなかです。いや、すごい広いんです、ね、どうしてもね、やっぱ一般の住宅って1階に全てが集中するんですよ、うん、水回り、うん、まあ、キッチンね、でトイレ、脱衣室もでしょ、ね、で玄関も必要なんですよ、意外に。そうですよね、皆さん気づいてないけど、うん、そういうのも全部1階で、うん、で居室はやっぱり2階に作るんで、ある程度広さ確保できるんですけど、1階をどうしても広くしたいとか収納欲しいって言われても結構難しいんですけど、まあ、今回ちょっと大きかったんで、うん、まあ、3.5 畳ね、うん、これだけ作れてますけど、ここのさらにこの奥が、そう、この奥が脱衣室ではないんですけど、ランドリー、そうそう、ランドリーな感じ。そう、スロップシンクもつけて、うん、まあ、乾燥機も入っている、はい、で洗濯機はここに置くのかな。なるほど。でここは多分なんかこうカゴとか、収納、うん、ランドリーボックスみたいな、で、まあ、あのタオルとか、まあ、いろいろこう置けるスペースにもなってます。今回何を広いですか。いや、これ広いですよ。これね、ちょっとね、携帯ばっか見ながら申し訳ないですけど、はい、4.5畳、4.5畳、はい、4.5畳あります。なのでさっきの収納のところともう続きになってる。そうです、そうです、そのまま扉開けてそのまま続きになって、うん、またこれちょっとパッと見分かりにくいけど、ここにも扉があるんですけど、はい、こっち来てもらうって廊下に出るんですけど、ここに脱衣室が、脱衣室が、そう、これ2畳ですね、まあ、一般的なサイズで見たことで。いや、でも手前にも立派なランドリーがあるので、そうそうそう、そう、多すぎですよねすごいですね。そう、羨ましいぐらい、うんうん、そう、で、まあ、ここにも収納が、まあ、タオルとかね、うん、着替え置いてもらって、うん、はい、ここにも棚は用意してあるけども、敷地が面積あり余ってるので、はい、でお風呂もワンサイズ大きい162インチって言って、まあ、通常サイズよりもワンサイズ大きいサイズになってます。広い坪数生かした。そうですね、今回は間取りですね。そうなんです、今回これ、ね、宝さんなんで、うん、これ下もこれ、はい、タイルが入ってます。なるほど。そう、小物のタイルですけど、宝さんできるんですよ。滑りづらいですよ、これちょっと乗ってもらうと分かるけど。え、いいですか。あ、全然全然乗ってください。靴下でも分かると思うけど、これ素足やったら多分もっと分かるんですけど。そうですね。そう、だからどっちかっていうと外用のタイルみたいなのが使ったり、やっぱり中用のタイルだとつるってしてるんで滑るんですけど、外ってこうちょっと表面がザラザラした加工してあるんですけど、まあそういう外用のタイルが使ったような感覚ですよね。転倒防止にもなってると思うんですけど、で、廊下には壁面収納があります、うん、まあ奥行き30センチぐらいですね。本当に今回収納が、何をそんなに収納するんですかね収納だらけですけど、でこっち映すだけでいいですか、はい、リビングに戻ってきます。ぐるっと回って回遊動線ですね。そうですね、ここが、うん、はい、本当にぐるっとできるタイプですね。はい、でさらにそちらが、こっちが、洗面になるんですけど、はい、横に広いですよね。そうですね、2235だもんね、4人全員並べるぐらいねありますねいいですね。で鏡もあのオーダーで作ってるんで、全面鏡で、鏡はねここにはあるのはあるんですけど、大体ここら辺結構皆さんないんで。そうですよね。そう、まあ、歯磨きしながら順番でみたいな感じですけど、うん、まあ、今回全面あるんでどこに立ってもねできちゃう。あとその奥のアイアンのバーが、あ、これタオル2つぐらいかけれそうです。そう、これ2つぐらいかけれるね、まあ、2つぐらいあってもいいですよね、うんうんうん、はい、で、まあ、モルテックスあって、まあ、下は収納で、うん、まあ、あの映像では標準にしてますけど、まあ、本当にこの手前だけ、うん、やっぱり水がちょっと跳ねる面積はフロアタイルに変えさせてもらってという感じですね、うん、なるほど、はいはい、こっちはね、トイレです。あ、トイレですね。そう、ちょっと広いですね。トイレも広いですね。そう、広いですね、トイレ入れちゃいますね、余裕で。1.5 畳。すごい。で、今回これ、漆喰。前回もちょっとあったけど。漆喰なんですね。そう。これカメラ、カメラ、まあ、触れ。いけますか？そう。漆喰ってもうちょっとザラザラしてるイメージがあると思うんですけど、うん、こう金ごてで押さえてて、本当に最後まで押さえ続けるの、こうやって。すごい。で、あの、模様もこういうふうにこう模様も出るんですけど、はい、これちょっと分かるかな、反射してるの分かる、ちょっと光が、うん、本当にね、スベスベして、これ多分皆さん思っているよりスベスベです。そうですね、そう、本当にね、スベスベ、石みたいに、ね、そう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 、うん、本当酒屋さんの、まあ、技術とか、うん、まあ、本当にこうなんかな、こう最後までしっかり押さえてないと
このスベスベは出ないんですけど、本当に技術と手の暇がかかってる。本当に一生懸命最後まで乾くまでこうちゃんとこう抑えてくれたっていう証拠ですね。これはもう飯蔵さんからの提案ですか？これね、ちょっと最初に言ってないんですけど、うん、うちの職人さんとお客さんがちょっと知り合いなんですよ。ああ、なるほど。で、うちから提案じゃなくて酒屋さんからお話が出たかもしれないですね。こういうのやってあげたいっていう風に、うん、前回のお家もあのトイレでやってるんですけど、うん、多分その酒屋さんが前回のお家で、まあ、あのトイレでやったけど好評だったけどどう、うん、みたいな話から多分話が進んだと思います。じゃあもしかしたら今後家蔵さんで、ね、建てられる方これやりたいって。そう、ね、うん、そう、でもこれやっぱ触ってもらいたいけどね。いや、これまた見学会とかあったらぜひ皆さんに触っていただきたいですね。ここないんですよね。じゃあまたどっかあったら、はい、そう、前回あったんで、じゃあ、はい、ちょっと物ごめんなさい置いてますけど収納です。ここも収納、はい、本当に至るところに収納が、はい、ちょっとしたね、うんうん、はい。でそちらの奥が、そうですね、でこっちはあの仏壇があって直してないです、うん、はい。で階段の位置もまあ移動して、もともとこの辺ちょっと吹き抜けがあったんですけど、ああそこに吹き抜けがあって、そう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 、階段が階段でここからこういう風にある感じ。あ、そうだったんですね。へえ。なんで階段の位置がちょっとずれて、で吹き抜けの部分をなくして床作ってアイアの階段で作り直したって感じになってますね。あ、じゃあずらしたりとしてもここのスペース広くするため。そうですね、あ、2階ですね、2階の絡みから。なるほど、2階なんですね。階段って2階が変わっちゃうんですよ。そうなん、うん、なんかどうしても素人考えではなんかこう1階の広さばっかり見ちゃうんですけど、そっか2階に関係あるんですね。そうですね、結構ね階段を移動するときに一番あの気になるのは僕らでも2階が気になる。そうで、ここがもう確か吹き抜けだったんですよね、ズドーンと。あ、そこにあったんですね。そう、これが確か吹き抜けの窓やった気がするんやけど、その当時は。あ、そっか、ここが確かに、ここが廊下。ちょっと変わった窓だなって思ってました。あ、そうですね、うんうん、そうで、本当ここが通路で、まあ、まあベランダがすごい広いんですけど、そうですね、ベランダに出れるようになってて、そうで、ここがもう床にしちゃって、うん、もうここからこっちは確か部屋がもうあったんですよ。こっちから入れない。あ、ぐるっと行く。そう、ぐるっと回って入る部屋だったんですけど、まあ、今回ここから吹き抜けがに出れるっていうんですよね。ここもまたいい眺めでしたね。なんでこのサッシはもともとここが部屋だったんで、部屋からの窓だったんですよ。ああ、それを生かした。そうです、そうです。なんでそれをもうこう繋いじゃったんで、こっから出れるっていう。部屋はなんでここには今回なくなっちゃったんですけど、うん、そう、ベランダに出るようになってますけどね。しかも今回にここが廊下になったことで干すスペースが、そうそうそう、なので本当にこう布団ちょっと干したりとか、うん、洗濯も干せるようにこうバーがいっぱい出ちゃう3本もあるんですけど。しかも1階のランドリーにもあったじゃないですか。ありますね。でこの広いベランダ、そうそうそう、うん、やっぱ2階は特に日当たりがいいんでね。あ、そう、そう、先ほどのランドリーっていうのは直接太陽の光は当たらないんで。そうですね、そう、うん、ここに関してはもう本当に当たるんでね、うん、これからの季節っていうのは今11月入ったところでね。そうですね、です今は、はい、太陽の角度がだんだん低くなるんで、そう、お家の中奥まで太陽の光が入るのって、うん、秋から冬にかけてなんですよ。あ、でそこからまた春先から夏にかけて太陽の角度ってすごい上に上がるので、あ、影も伸びないんですよ、人間の影。なるほど。そう、なんで夏場は太陽の角度が高いんで、お家の中に直接日が入るということはないんですよ。そう、窓からもう大体40センチぐらいまでしか昼間だと入んないんですよ、これぐらいしか。そうなんですね。そうなんだけど、冬になると30度と35度ぐらいのところを太陽が通るので、うん、奥まで光が入るの でそれをこ うまく利用してあげると奥の方まで光が入って明るくなるっていう。そうなんで、まあ、あの今回サッシをあえてこうつけたり取ったりってことはしてないんですけど、もともとある季節のサッシをうまく利用して、まあ、光が奥まで入るっていう感覚でやらせてもらってますね。さすがですね、もうここら辺は注文住宅ならではな、はい、そうですね、はい、うん、収納でした、はい、ここも収納ですね。そうですね、うん、はい、でこっち、はい、はい、そちらが部屋です。いや、もう部屋だらけでよくわからんのけどお子さんの部屋かな。そうですね、はい、お子さんの部屋です。あの OSB が貼ってあるんで、うん、でアイアンの棚でクローゼットが1畳ですね、うんうん、はい、もう本当ね、見てる方に申し訳ないですけど、もう僕も迷子になっちゃうぐらいちょっと分かってないんで。
いや、はい、今回それだけ本当に広いですね。ちょっと了承してみていただいて。はい、はい、でまた隣行くと、はい、あの部屋です。ここ ここも子供部屋ですね。やっぱり子供部屋ですか。そう、うん、7畳、7畳プラス収納、ね、床の色も変えたのね。あ、これはもうお子様ごとの。そう、お子様やね。のそう、うちの標準の中で色が7種類ぐらいあるんで、その中であの選んでいただく。ここ見てもらうとね。そうですね、全然違いますね。色が変わってますね、うん、はい、で建具も白で、また洗面がお2階にも、はい、うん、十分ですね。でも1800ありますからね。これ多分普通のお家だったら1階にあるような。1階にある。そう、1階もこれぐらいのとこも全然あるんで。そうですよね。それでも十分ですけどね。いや、十分です。そう、ちょっと大きいですね。いや、すごいな、はい、でここね、もともとトイレあったんで。ああ、じゃあそれはもう生かして。そう、でもトイレがもともとは多分ドアがここにあったんですよ。あ、そうなんですね。でこっち向きでした。あ、縦に。僕の記憶は。あ、でも今回こっちになってるんで。はいはい、はい、なんでもうあの変えてますね、中の間取りをね。そういうことですね。はい、ちょっと壁紙がね変わってますね。そうですね、こっちはまた1階とは全然雰囲気が変わって、うん、そうですね、はい、でここはねホールやったんですよ、すっごい。なのでもうこの辺の壁も全くない状態から作ってるんですけど。なるほど。これね、ご主人さんの部屋です。羨ましいですね。いいですね、自分の部屋が、はい、あるわけですね、はい。この窓も元々あったやつ。元々あったやつですね。すね、そう、ここ元々ホールだったんで。そういうことですね。なんかね、前来た時なんか飾った時はそうですよ。ああ、ここにいろいろ。そう、何か、はい、ホールなんで。あ、じゃあもう本当にお一人様ずつ。そうですね。部屋がある形ですね。本当そうですね。うん、はい。でこのまま来ていただくと、はい、元々部屋があったんですけど吹き抜きがまあ体操にね 手すりがあって、うん、でここにファミクロが。こっちがどっちかというと季節物だったりとかですかね。そうですね、3畳ですね、うんうん、はい、これまだ左右に2つありますね。そうですね、こっち何度広い。そう、なんでもうここも一応収納になっちゃうね。 IKEA とかのこういう棚置いちゃえばここもまあ収納、ね、あの過去見てきた中で本当に一番収納が多い気が。そう、これ収納です、またはい、ね、こっちでこっちがもう図面見ながらなっちゃうけど、あ、一応主寝室なので、ここも奥さんと旦那さんとも、まあ、寝る部屋にもなるんですけど、うんうん、旦那さんは自分だけ自分の部屋があるってやつですね。そういうことですね。じゃあ奥さんは1階のあのパントリーを考えてなのかな。ちょっとね、パントリーの中にスペースがあって、うんうん、で、カメラさんまたここずっと奥入っていってもらうと、もう入っていってもらった方がいいけど、はい、はい、ああ、あれ、ここにも。そうなんですよ、そこも 3.5 畳の収納がありますね。これ、今回クロークだけでも全部で、いや、何個あるんですか。十何畳。そうですね、十何畳ぐらいありますね。まあ本当にちょっと迷路みたいですけど、かなり変わりました。明るくなったと思うし、まあ、断熱性能がまずすごく上がったっていうのと、子供さんがすごく喜んでいただいてるみたいで、やっぱ自分の部屋ができたっていうのも喜んでいただいてるみたいで、うん、まあ、僕らとしては本当にお客さんのそういう言葉が嬉しい限りですけど。そうですね、うん、もっとあったやつを生かしつつ、そうですね、さらにグレードアップして、うん、まあ、本当もっと細かかったんですよ。これでも確かに収納いっぱいあるもんで細かく感じるんですけど、はい、もっと細かかったです。あ、元の。そう、先ほどの主寝室はもともと和室ですし。あ、そうなんですね。そう、畳あったですね。で、お母さんが持ってみえたもうタンスとかがすごい入ってたんです、持ち込みの。あ、そう。うん、なので、まあ、それもその必要ない分はまあ処分してもらったり、まあ、大事に使いたいっていうのはまた1回6回移動しといてもらって、また移動したりっていう形で今回作ってますけど、だいぶ変わったと思います本当に。まあ一からいつもはまあ建てるっていうところが家蔵さん。そうですね。メインですけど、そうじゃなくて生かしつつ、そうです、ライフプランを叶いつつが今回は。そうですね、うん。最近ちょくちょく鉄骨とか RC のリフォームちょこちょこ今、はい、お話いただいてて、うん、全然やりますので、うん、はい。やっぱりその鉄骨のリフォームってなんて言うんでしょう。やらないところはやらないって言うと思います。あ。そうなんですね。そう、うん、ただあの僕からすると、うん、木造のリフォームって、うん、鉄骨でもそうなんですけど、もともと立ってる既存の柱って抜けないんですよね。そうですよね。そう、うん、でも鉄骨の方が明らかに柱が少ないんですよ。先ほどちょっとキッチンのところにあった黒い柱あったと思うんですけど、うん、あれどうしても必要なやつあるんですけど、うん、それ以外の壁っていうのは
構軽量って言って、うん、その壊してもいい壁で作っていくことが多いんですよ。あ、そうなんですね。後間仕切りって言って後で建てる壁、うんうんうん、なんで取っちゃえるんですけど、木造の場合で柱が立ってるとかもう抜けないんですよね。なので間取り変更をすごく将来的にするんだったら、うん、鉄骨とか RC の方が広く部屋ができたりとか構える範囲はすごく広がると。こう2世帯住宅にしたりとか後々またやっぱり買えるって方も多いので、うんうん、そこは一つ考えておくといいポイントですね。そうですね、うん、ただやっぱり僕らもその木造住宅でも新築作っていくときに、うん、まあ、そのお客さんともそのヒアリングの中で、うん、まあ、将来的に子供さんがね大きくなっていったらこの壁取りたくないとかっていう話をしながら、うん、最初の段階から柱を立てずに後の間仕切りって、まあ、鉄骨のやり方になるんですけど、うん、まあ、そういうやり方で提案することもあるので、うん、まあ、その辺はねお客さんどんどん聞いてきていただければ。あ、もう、はい、じゃあまずは相談してくださいって感じですね。そうですね、まずはもうリフォームでも何でも相談していただければ、うん、あのご期待に添えるかなと思います、はい、じゃあもうそこはぜひ、はい、じゃあそんな感じで、はい、本日はありがとうございます。ありがとうございました。この動画がいいなと思っていただいたらチャンネル登録と高評価お願いします、うんうんうん、今日あんまり良くなかったよね、まあ、次はまたテンション上がりますね、はい、はい、カメラマンのせいにしとこうか。そうです、そうね、はい、僕のせいで、はい、はい、そうね、でもすごくいいお家です。ああ、よかったです、はい、ありがとうございます。ちょっと大きすぎたね、はい、そう、ちょっとスケール的にはちょっとうまく伝わってないかなっていうのはありますけど、はい、あのそれ以外のね施工事例とかも、はい、あのホームページとか載ってますね、はい、インタビューもありますので、はい、ぜひご覧ください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。